はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。ということで今日もやっていきましょう。ポケットモンスターウルトラサンウルトラムーン実況プレイよろしくお願いします。ということで今日はですね、なんと、某 YouTuber はじめ社長のサニーゴが配布開始になりました。なんと早いですね。思ったより早かったんですけどね。はい。なので、今日はそのサニーゴを使って、早速、頑張って、育成厳選対戦やっていこうかなと思います。じゃあ、ちょっとシリアルコード入力します。はい。ということで、はじめ社長のサニーゴ、ニコニコ生放送で第3回ポケモン竜王戦を視聴した記念に、はじめ社長のサニーゴをプレゼント。なんかさ、漢字と、ひらがなが入り混じってるな。これ何なんですかね。よくわかんないですけど。はい。ということで、まあおそらく YouTube でポケモン実況してる人誰しもがこの動画を撮るんじゃないかなって個人的に思ってるんですけど、どうなんですかね。なんかどうもやりそうですかね。なんか僕だったらやるかなって感じなんですけどね。とりあえず YouTube で上げてるからには、はい、まあ一応真面目に使っていきたいと思いますんで、厳選していきましょう。はい、ということでじゃあいつもの通り、ポケセンのこの人の前でレポートしたら、じゃあサニーゴ厳選していきたいと思います。図鑑登録してなかったんですね。まだウルトラサンウルトラムーンの、こっち、サニーゴをゲットしてないと。なるほど。まあ、しっかり厳選したい人はね、先にサニーゴ適当に一匹捕まえてからやりましょうっていった感じで。さあ、どんな感じかな？せーの、ドン。真面目。特性は張り切り。これ張り切りなのか？で、親名が始め。ハイパーボール？プレポじゃないの？ハイパーボール？張り切り。なるほど。技は特に普通ですね。個体値いきますか。せーの、ドン。マジかー。これ 1V、それとも完全ランダム。ちょっとこれは嫌な予感がしますけど、ま、とりあえず何回か厳選します。皆さん、秘宝です。はじめ社長のサニー号。性格真面目固定、特性張り切り固定、技もこれだし、ハイパーボールだし、しかも、個体値も完全ランダムです。とりあえず 1V 素早さに入れましたけど、これ 4V、5V 揃えるの多分至難の技なんでやらない方がいいと思います。厳選はほぼしない方がいいんじゃないかなと。まあ一応さっき見たらクラシックリボンついてたんで、まあなんか、そういう、ね、こんな感じでついてたんで、まあ、一応ね、本物か偽物かの判別はできるのかな、ぐらいな感じではありますかね、って言ったとこですね。ちょっとこれは、ちょっとこう使おうかなって思ってたサニーゴがちょっと使えなさそうなんで、ちょっと考えて育成したいなと思います。はい。はい。ということで、完成しました。はじめ社長のサニーゴ。性格は真面目。特性、張り切り。道具はフィラノミ。まあ、一応、バトンを繋いでいこうかな、ということを思いましたので、ちょっとフィラノミを持たせてみました。はい。で、技がですね、アクアブレイク、ストーンエッジ、地震、冷凍ビーム。なんかちょっとヘンテコな感じの技構成なんですが、これ実はちょっとモッティなりのこだわりがありまして、まず、サニーゴの岩技といえば、モルハの頭突きなんですよ。ただ、モルハの頭突きは卵技なので使用できないので、まあ、とりあえずストーンエッジにしてみたと。で、水技は、今作から教え技でアクアブレイクが追加されたので、まあ、これを追加してみたと。で、地面技は、まあ、地震でいいかな、とりあえず。地弾だとかちょっと考えたんですけど、まあ、地震の方がいいかなと。で、これね、はじめ社長の、まあ、真面目なサニーゴなんで、あえてちょっと両刀にしてみた。冷凍ビーム、氷技。特性張り切りはこれ物理技にしか適用できないので、物理技は全部これ命中 100% でも命中率が落ちちゃうんですね。80% とか 64% とか。特殊技は確定で当たるので、冷凍ビーム採用したっていうのが一個と、もう一個は、サニーゴ氷技覚えるんですよ、一応。つららばりっていう。ただ、つららばりも、これ卵技なんで、卵技覚えてなかったら覚えられないっていうことで、ちょっとなんとなくのこだわりを入れてみました。ただこの冷凍ビームでバトンで繋げばガブリアスランドレス飛ぶんで、意外と捨てたもんじゃないかな、みたいなところです。はい。ですね。結構頑張って育成しました。で、パーティーがこんな感じですね。まあ、リザードンは特に投げないですけど、まあ、ジャローダとかカバルドンとか、まあ、カッコ一応ランドロスぐらいで、起点をある程度作りつつ、EV でバトンをして、サニーゴに繋いで、サニーゴで全抜きする。ただそれだけ、非常にシンプル。
ただね、残念なことに、まあ、真面目なので、性格が。EV バトン繋いでも、ある程度速いポケモンは抜けないので、まあ、そういったポケモンとちょっと出会わないようにと。まあ、もし出会ってしまったら、ちょっと EV でね、まあ、ちょっとちょろっと足パでお掃除しつつ、サニーゴに繋いでいくっていう戦法がいいのかな、というふうに思います。結構真面目に考察しました、このサニーゴ。果たして使い物になるのか。いや、俺が活躍してみせる。なぜなら、サニーゴだから。だって可愛いもん。よろしくお願いします。はい、対戦よろしくお願いします。サザンガルド、うん、なるほど。どっちですかね、これは。ジャローだかカバか、まあなんとも難しそうな雰囲気漂ってますけど、多分月光画から入ってくるんじゃないかなっていう気はしてるんですが、そうだね、カバから入ってくるのを読むか、ジャロ、うん、まあどっちにしろかな。なんかどっちにしろあれですね、なかなか難しそうな対面になりそうですね、初手の。そうですね。ってこと考えると、まあ、カバルドンで適当にぐるぐる回して起点作りつつ、まあ、EV でどっかでバトン繋いで、あとはサニーゴちゃんに頑張ってもらうがいいのかなっていう気がします。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、ちょっとバシャーモとかいるんで、なんとも言い難い部分はあるんですけど、ちょっとどうにかね、こうしっかり、サニーゴ活かせるような立ち回りができたらいいかなというふうには思ってます。はい、まあ、月光がでしょう、おそらく。十中八九。はい、カバルドン、まあ、分かっていたとしても投げるカバルドン。マンダ、あ、マジで、あ、ラッキー。これはラッキーですね。さあ、マンダなんで、まあ、ちょっと何から打つか割と悩む感じなんですよね。最近の棒マンダ結構身代わりとかも持ってたりとかもするので、ちょっと難しいところではあるんですが、まあ、とりあえずあくびから入っていきましょう。さあ、何を使ってくるのか。うん。そうですね。まあ、1400、1300体なんで、普通に龍舞型なんじゃないかな、みたいな読みなんですけど、ですね。はい。まあ、龍舞捨てみタックルぐらいだったら確か、耐えたはずなんで、ちょっとしっかりカバルドン君には起点を作ってもらう方向性で行こうかなという感じですね。で、ステルスロックはあんまり巻かなくてもいいかなみたいなパーティーなんで、ちょっととりあえずここは対面だけ見てガンプ打ちます。ほう、二流枚。なるほど。なかなかちょっと嫌な感じしますね。二流枚するんだったらなんか別にあれでしたね、ここ普通に、ステロ撒いちゃってよかったですね。で、まあ、棒まだ寝るんですけど、まあ、ここ、眠らせても別にいいんで、ちゃちゃっと吹き飛ばして、ちょっと後ろのポケモン見ましょう。まあ、相手の考え方からすると、バトンされる前に上から殴り倒しちゃえば勝ちだろうみたいな、多分そういう雰囲気の動き方してるんで、まあ、そういう意味で月光が、月光いる。ちょっと動かしにくいなっていう風潮はちょっとなんとなくあるんですけど、まあ、ここもガンプ入れられるんだったら入れちゃいたいなっていう感じの対面ではありますね。草結び、うん、まあ、耐えないですかね。草結びは確かカバは耐えないはず。はい。HD じゃなくて HB なんで耐えませんね。まあ、ちょっと月光画の持ち物次第ですね。Z だとちょっと苦しいんですけど、EV ちゃんでも。Z じゃなければ、まあ、まあ、ワンチャンあるかな、ぐらいな感じでいきますか、とりあえず。はい。冷凍ビーム。お、冷凍ビームだったら全然多分耐えますね。8割ぐらいでも入っちゃうかもしれないですけど。はい。って感じですね。さあ、9エボルブーストで攻撃と防御と特攻と特防と素早さ2段階ずつアップ。で、多分月光が、どうですかね、ここね、月光が普通に攻撃はしてくるんだろうなっていう気はするんですが、で、普通に身代わり張っても壊されちゃうのかなっていう気はするんですよ。で、あ、そっか、先制技もあるんで、普通にバトンしちゃった方がいいですね、そしたら。水手裏剣、はい。まあ、水手裏剣でどうのこうのでしょうと。で、身代わりが40か。まあ、貼れないですね、さすがにね。はい。なんで、ほどほどで止まっていただいて、ほどほどで止まっていただいて、ほどほどで止まっていただいて、いただきたかったんですけど、まあいいや、後続にとりあえず無償で繋げるんで、いいかなって感じですね。急所当たんなくてよかったなって感じだね。さあ、ユーケサニーゴ。ただね、残念なことがあるんですよ。相手の月光が最速だったら抜けません。
容器最速にできないんで、抜けません。残念ながら。どうですかね。これ何打ってくるか多分草結び一択だと思うんですよ。一択だと思うんで、いや、草結びなのかな。水技の方が通るような気がするんですけどね。冷凍ビーム打っちゃいます、その辺読んで。打っちゃっていいっすか。多分、タイプ抜群4倍取ってくると思う。でしょうね。残念だ。サニー号はこう見えて結構中がスッカスカだから軽いんだぜ。確か。痛い。うん、こんなもんだろ。読めてるぜ。冷凍ビーム、ビビ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 。さあ、月光がぐらいの耐久だったら2倍でもどうにかなる。惜しいぞ。張り切りなのに冷凍ビームを覚えているという、この、超スーパーウルトラはじめ社長のサニー号。とくと見やがれバカ野郎。サザンドラは、その中途半端な素早さゆえにサニー号の前であーだこうだできないわけですよ。冷凍ビームの方が入るのか、これ。張り切りがあるんで、多分エッジの方が入ると思うんすよね。ただ、どっちにしろ角位置は取れないと思うんで、エッジ打ちます。エッジ。当てていく、頑張った、おっと。はぁ、中途半端だったな、サザンドラ。ということは、なんと、はじめ社長のサニーゴが寝ているラスト1ボーマンダー。これは冷凍ビームでもちろんオッケー。張り切り、ガイ特殊技だからな。対戦ありがとうございました !3 立て。マンダサザン月光3立て。どうじゃ、これがはじめ社長のサニーゴの生かし方じゃ、持っているのな。キリ。はい、対戦よろしくお願いしまーす。おぉ、またサザンドラさんいますね。まあ、でもこれは割と、あ、いやでもジャロの方がいいな。そうだね、ガッサ結構初手で飛んできそうな雰囲気ありますしね。とりあえずはジャロで適当に麻痺巻きまくって、まあ、リザが飛んでくるのか、ルカリオが飛んでくるのか、なんとも言えない微妙なところですけど、まあ、バトンとか考えたら、リザよりはルカリオの方が通りは良さそうなのかな。どうなんだろうな、みたいな感じですけどね。もう最終的にリザ投げられちゃうこと考えると、みたいな感じですけど、まあ、問題はミミッキュですわな。まあ、とにもかくにもな。まあ、やりますかな。はい、対戦お願いします。まあ、対ミミッキュ最終兵器ロックブラストっていうのはちょっとだけ考えたんですけど、まあね、運命力がないとミミッキュ倒しきれないでそのまま負けちゃうかなとも思ったんで、だったらもうなんか選出誘導してミミッキュ出てこないようなパーティーにしちゃった方がいいのかなみたいな、少しだけ思いましたけどね。さあどうだ、具足武者、武者かだいぶあれですね。いやまあ武者なんで、素早さはもう取れてるんで、ここリフレクですかね。いや、耐えないか、出会い頭。耐えないかな。耐えないか、耐えて。耐える、さすがジャロ。さすが。さすがの耐久。いいね。やるじゃん。抜群、先制技を普通に耐えていく、この耐久力。素晴らしい、いいぞ。したら、まあ、2ターン目はこっち先手なんですけど、まあ、一応ヘビにらみで様子を見る。さあ、まあ、吸血があればここ吸血は押すだろうなっていう感じですよね。逆に言うと出会い頭分かって引かなかったんだからみたいな。悪ブレ吸血はない。悪ブレも多分、全然耐えますね、そしたら、そうだなぁ。まあ、後続に渡しされちゃってもななんですけど、ただこっちもこっちでそんなバックできないんで、ちょっと、適当に、不意打ち。これ、でもリフストでも落ちないかな。全然。そうっすね。あ、ちょうどいい。ちょうどいいっすね。で、リフレクターのターンも、ちょっとあるんで、まあ、いいかな、みたいな。アクアジェットでぶっ飛ばしてけ。技全部見れましたね。アクジェ、出会い頭、アクブレ、不意打ち、あ、もう、全然 EV ちゃんで、ドヤ EV ができますね。ただ問題は、裏のポケモンがどうかな、みたいな。いや、不意打ちを、すかす?まあ、麻痺の確率もありますからね。攻撃防御続走、コントラサーサーが上がった!赤ブレイク!まあ、リフレクターも入ってますし、
ビーも2段階上がったんで、だいぶ、まあ、防御はダウンしますわな。リフレクターがなくなるんで、ちょっとそこだけピンチ。どうしよっかな。身代わり、一回麻痺狙っちゃってもいい気はするんですけどね。おっと、不意打ちを押している。なんかそんな気はしました、正直。正直、あそこで不意打ちと悪ブレ、打ち分けてきたところ見たら、あ、なんかそうなんだろうなって気はしましたけど。まあ、このバトンタッチでいいでしょう。あ、ここは押してこなかったですね。ここなんか特に割と足場通りそうなタイミングだったりもするんですけど。さあ、まあ、とりあえず、サニゴにつなぎ、そうですね、B が1段階、防御が1段階落ちちゃってるんで、まあ、赤ブレイク当たっちゃったら多分身代わりは壊れちゃうかなっていう感じはしますけどね。赤ブレイク、まあ、壊れちゃったとしても、まあ、ただ、有効打が向こう側にもないと思うというか、赤ブレイクぐらいだとも思うので、まあ、こっちがしっかり、当てればですよね。まあちょっととりあえずはここはあれですかね、グソクムシャを一回向こう側に葬り去るか、あとはグソクムシャ持ってっちゃうか、どっちか、どっちがいいかなって感じですよね。そうだね、どっちにしろエッジ当てなきゃいけないんですよね、最終的にって考えたら。もうじゃあ落としに行っちゃった方がいいですかね。アクジェアクジェアクジェエッジ当たらない。 64%64% の辛いところ。アクジェ、アクジェで押してくる。微妙にジリジリ削られる。ストーンエッジ当てる。まあ、2回に1回当たれば、命中率は 50% を超えているという、なんとも言えないこの微妙な雰囲気。さあ、ただ問題は、後ろにガッサとかがいるときりついわけだが、ミミッキュミミッキュミミッキュ耐えない？頑張ってサニーゴ。耐えて。とりあえず首の皮は冷凍ビームでしっかり折りましょう。なんかワンチャンさ、凍ってくれたりとかしない？さすがにミミッキの Z 耐える自信ないんですけど。防御下がってて、しかも一段階。自信ない。全然自信ないんですけど。あ、剣舞。ほう。ほう。じゃ、タスキミミッキなのかな？でもタスキはガッサがいるんで、これはチャンスと見ていいんじゃないのかな？これ悪ブレで落ちますよね、多分ミミッキだったら。エッジ打つ必要ないっすよね。いや、いっちゃえ。当てちゃえ、サニーゴちゃん。やっておしまい、アクアブレイク。うわー、ういー、トップメタ撃破。はっはっはっは。はじめ社長の前には、ミミックであろうとも無理なんだよ、ルカリオ。さすがにルカリオは飛びそう。やってしまえ。師匠を超えるんだ、サニーゴ。目の前にいる師匠をぶっ倒せ。ルカリオちなみに抜けてたかっていうと抜けてないですね。インファ打たれたら死にますね。あ、あ、アサシ。うわ、耐えろ耐えろ耐えろはぁ、あ。師匠の壁は高かったみたいですね。頑張って陽気を厳選しましょうね。ああ、楽しかった。お疲れ様でした。インファー打たれて負けなんで、降参します。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。マリオなのに、マリオじゃない。明日はマリオ&ラビッツ、キングダムバトル、発売日です。ちなみにこのテーマソング、ケンザ390が歌ってるって知ってる？マジで？あったかくして寝ろよ。